はい、今回はですね、民法改正、ちょっと別の動画で民法改正のことは詳しく、解説していきますということでお伝えしていた通りですね、民法改正で何が変わるのかというところですね、見ていきたいなと思っております。ちょっと具体的なところですね、こちら、スライドをちょっと作りましたんで、はい、見ていきたいと思いますが、成年年齢が18歳に引き下げられるというのが今年の4月からの、法改正で行われます。結構これによっていろんなことが変わるんですが、特にその、未成年の方、18歳、19歳、20歳の方とかですね、その辺のお子様を持つ親の方、親御さんなんか気にされるところだと思いますので、一体どういったところが変わっていくのか、ざっと見ていけたらなというふうに思います。では早速中身、ご覧いただきますが。はい、中身ですが、こちらに民法の規定を用意しております。親の同意なく契約ができると書いてあるんですが、ちょっと中身ご覧ください。民法第4条にはこう書かれています。年齢20歳、年齢20歳をもって成年とすると書かれています。今の現行の民法なんですが、年齢20歳になりますと成年となります。これが18歳になるので、年齢18歳をもって成年とするという条文になります。で、成年になるとどうなるのか、で、未成年だとどうなるのかってところが次の、第5条に書かれています。第5条第1項、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りではないと書かれています。未成年者が法律行為をする。法律行為っていうのは、例えば契約だと思ってください。なんかの売買契約とか、建物、賃貸借契約、部屋借りる契約とかですね、携帯電話の契約とか、そんなものをイメージしてください。その法定代理人の同意を得なければならない。法定代理人っていうのは簡単に言うと親だと思ってください。つまり、未成年者がそういう契約をする場合は、親の同意を得なければならないとされています。で、ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りではない。お正月とかにですね、おじいちゃん、おばあちゃん家に行くんですよ。で、お年玉をもらうんですね。そういうのは、ただ単に権利を得ている話になります。あとはまた義務を免れる法律行為。あんまり義務とかっていうのが課されていることがないとは思うんですけど、例えば借金してるみたいなことがあった。で、その借金、前の借金じゃあ免除してやるよって言われたことについては、子供にとっては何のデメリットもない。何にも不利になることがないので、これらについては、いちいち親の同意を得る必要がありませんということです。で、親の同意を得ずに契約をした場合どうなるのか、第2項ですね。前項の規定に反する法律行為は取り消すことができるということで、取り消しができるんです。一旦有効なんですけど、後から取り消すことができます。なので、例えば未成年者の方がですね、なんか芸能事務所のスカウトにあってですね、契約をしたとか、なんかわけわかんないウォーターサーバーの契約をしたとかですね、そういう場合に親の同意を得ない場合は、後から取り消すことが可能です。で、第3項をご覧ください。第1項の規定に関わらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とするということで、まあ、親が、まあ、これ、自由に使っていいよっていうふうな、に言った財産については、子供が自由に、処分したりすることができます。使うことができるということですね。まあ、お小遣いとかそういうことだと思ってください。で、この取消権についてですね、詳しく見ていって、いきたいと思います。未成年者取消権みたいなことを言ったりっていう言い方をしたりするんですが、なんでこの未成年者取消権が設定されているか。未成年者は、社会に対する知識とか経験とかが乏しいわけですよね。これが正しいことなのか悪いことなのかっていう判断がまだつかないことが多いです。なので、なんか変な契約をしてしまってね、その子供が不利になってしまうようなことがないように、親の同意なしにした契約を取り消すことができると。ね、なんか子供が勝手に契約してきた。ね、そんな契約したらやばいよって親が思うわけですよ。で、そういった場合に、その契約を取り消すことができるようにされているわけですね。で、逆に言うと、その未成年者と契約した相手側、業者とかですね、なんか芸能事務所とか何でもいいんですけど、相手側は常に契約を取り消されるリスクがあります。この業者の方、ビジネスやってる方はちょっと知っておいてほしいんですけど、未成年者の方と契約した場合は常にこういうリスクがありますので、例えば契約書に親の
証明欄を用意しておいて、親も同意したんだよってことを確認できるような契約書にしておくとかですね。まあ、別途、親の同意書を得られるような形の書面、同意書みたいな書面を用意しておくみたいなことが、子供と契約する場合には必要、未成年者の方と契約する場合には必要になりますので。というリスクがあるので、これ結構また後ほど大事な話になってくるんですけど、未成年者との契約はそういうリスクがあるということを知っておいてください。で、親の同意なしに18歳になると、この、4月から契約ができるようになります。どういったものができるのか、まあ、大体こんな感じのことができるようになります。携帯電話の契約ですとか、ローンの契約とか、クレジットカードを作る契約とか、部屋を借りる、建物賃貸借契約ですね。一人暮らしをする、部屋を借りるみたいな契約が、親の同意なしに、この4月から18歳以上の方、すべてできるようになります。まあ、大学ね、地方から東京出てきて、大学で東京出てきて、部屋を借りる場合も、もう親の同意いちいちいりません。自分一人で契約することができます。まあちょっと保証の問題とかね、保証金の問題とかあると思うんで、まあどうせ連帯保証につけなきゃいけないんで、親が、に結局言わなきゃいけないんですけどね、大体ね。はい。という感じです。そして、その他ですね、結婚する年齢も変わります。ちょっと合わせて変わるんです。で、ちょっと先に見て、ご覧いただきたいんですが、女性の結婚可能年齢が18歳に引き上げられます。一緒の同じタイミングで引き上げられます。今まで16歳以上が女性の場合は結婚できるということですが、18歳になります。まあ、今の社会情勢から見て、16歳。まあ、男女をまず、そこに差をつける理由がないと、合理的な理由がないということと、まあ、16歳、17歳、18歳の途中ぐらいまで、だいたい高校通ってっていう方がほとんどだと思うので、なかなかね、そこで働いてるからも結婚しちゃっても大丈夫みたいなことになりにくいということなので、まあ、そこの予防線として18歳まで結婚できないという、男女ともに18歳まで、まあ、18歳から結婚できるという形に合わせたという改正が同時になされますので、結婚する場合ですね、第737条1個、未成年の子が婚姻する場合には父母の同意を得なければならないということで、今までは18歳、19歳の方は、結婚する場合はお父さんお母さんの同意を得なければならなかったです。で、今度からこの4月からは18歳になっていれば、結婚することができるということになります。そして第2項、父母の一方が同意しないときは他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、またその意思を表示することができないときも同意をするということで、まあ、片方が同意しないとき、お父さんがダメだって言ってもお母さんが OK すればいいよみたいな。こんなことです。で、第753条をご覧ください。未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす。よく言う成年義制というものなんですが、例えば18歳同士で男女が結婚しました。で、そうすると一つの家庭を持つわけですね。で、その場合に、例えば建物賃貸借契約とか、家を買う契約をしたとか、携帯電話の契約をするとか、いう場合にいちいち親の同意を得てたら全然話が進まないじゃないですか。もう結婚した場合はそれちゃんとした独立した一個の家庭だとみなすことになるので、見なしてあげないともうかわいそうなので、もう全然契約が進まないので、結婚した場合はもうそこで18歳だろうが19歳だろうが結婚した成年になったものとみなすという規定がありました。で、今回18歳、成年年齢が18歳に引き下げられる。そして、女性の結婚可能年齢が18歳に引き上げられるということで、この条文は意味がなくなりましたので、消えるということですね。はなくなりますという感じです。まあ、ということなんで、まあ、結婚が男女ともに18歳になりますと。で、未成年の子が婚姻をするというパターンがなくなるので、ここも、この条文もなくなるわけですね。いらないよってことになります。なので、ここら辺はもう意味のない条文。まあ、とりあえずも18歳になったら結婚できますよ。で、もうお父さんお母さんの同意なんかいらないですよ。勝手に結婚できますよっていうことになります。まあ、ちょっとね、高校3年生で18歳になりますんで、高校3年生で、俺たち愛し合ってるんだみたいな形になってですね。で、もう お父さんお母さんがまだ若いんだから結婚なんか待ちなさいって言ったとしても、まあ自分たちで結婚できちゃうっていうことですね。まあ、それが本当にいい形なのかどうかわからないですし、まあ、一生懸命親御さんをね、説得していただいて結婚した方が絶対いいと思うんですけど、まあ、そういったことも一応可能になります。はい。まあ、父母の同意というのがこれから全くいらなくなる。未成年者が結婚するというパターンがなくなりますんでね。はい。
ということです。で、続いてその他10年有効のパスポートがもう18歳から取得することができるようになります。今まではね、20歳にならないと10年パスポート取れなかったですけどね。あとは、資業になることができます。公認会計士、司法書士、行政書士とか、まあ、弁護士とかもそうですよ。税理士とかね。であと、医師、薬剤師なども18歳から、なることができます。今まで、まあ、医師の方、ちょっと大学出てとかっていうのがあるんであれですけど、この辺の資業、公認会計士、司法書士、行政書士っていうのは、一応、受験資格はあったんですよね。まあ、税理士だと、まあ、ちょっと大学なんとかとかとか、なんか大学の単位かなとかとか、あるんですけど、まあ置いといて、受験資格としてその年齢要件は別にないんですよ。受験資格に関しては。ただ、その、例えば司法書士になるっていう場合に、成年になってないと司法書士にはなれなかったんですね。それなんでかっていうと、その未成年の、じゃあ司法書士の先生にお客さんが頼みに行くかって言われると、頼まないじゃないですか。ちゃんとやってくれるかわかんないって。まあもちろん試験受かってから大丈夫かもしれないですけど、それが例えば、そのね、先ほど言った未成年者の法律行為を取り消し得るというなってるわけですよ。司法書士の先生にお願いしたのに、私未成年だからこの契約取り消しますとかって言われたら、わけわかんないじゃないですか。っていうのがあるんで、まあ、成年じゃないとなれないよってなってたんですが、今回から18歳以上でもうなれるようになります。で、試験自体は15歳だろうが16歳だろうが10歳だろうが小学生だろうが幼稚園だろうが受けられますので、早めに取っておいて、で18歳だったら、登録みたいなことができるという形です。で、あと気になっているところ、現実に、まあ、18歳とか19歳とか、16歳、17歳ぐらいの方気になるところ、成人式どうなるのかなっていうところ気になると思います。成人式は、18歳、19歳を成人式の出席対象とするかの問題です。で、いろんな自治体にアンケート調査を取っているようで、まあ、各自治体に委ねられるんですけれども、多くの自治体では現行の20歳のみ、20歳のみを対象とするというふうにしていくようです。まあ、このまま、成人式の対象年齢変わらず20歳のまま行くんじゃないかなというふうに思われています。何年か経って、昔は成年が20歳だったのよみたいな文化が薄れてくると、ちょっとね、段階的に変わっていくことはあるのかもしれないですけど、とりあえずは、20歳の方だけが出席するという形のものに、で、行くようですね。はい。っていう問題が、まあ、なんでかっていうのが、まあ、例えば、18歳で成人式やって、まあ、同窓会的な側面があるじゃないですか。で、それ、なんか18歳でやってもね、っていう、高校とか別に参れちゃってるし、みたいな。っていうのと、一番大きいのは受験なんだと思いますね。大学受験。大学受験のタイミングと重なりますんで、共通試験の1週間前ですよね。成人式ね。とか、なったら、無理でしょっていうことがあるので、18歳でそれやられてもっていう感じなので、まあ、このまま20歳でやるよっていうことですね。で、あとは、養育費の問題が、1個挙げられてまして、例えば、お父さんお母さんが離婚しました。で、その子供が、まあ、例えばお母さんが、その、親権を持って、成年になるまで養育費を父親が支払い続けるという協議がなされました。っていう場合に、じゃあ成年年齢が引き下げられましたってなった場合どうするか。で、離婚時に成年、この場合は離婚時、だいたい成年の年齢を20歳と考えていた人がほとんどだと思うので、成年年齢が引き下げられたとしても養育費は20歳になるまで支払わなければならないっていうふうに、まあ、なるだろうと。まあ、もし、なんか裁判とかで争われてもそうなるでしょうね。っていうことなので。ご安心ください。あとは、成年年齢が18歳になっても変わらないものもあります。例えば、お酒が飲める年齢とか、タバコを吸えるようになるのは20歳のままです。これはもうその、体の問題っていうこともあるので、その倫理観とかね、そういう問題じゃなく、体に悪影響が出るとか、そういった話なので、ここは20歳のままです。で、あとは、少年法の問題ですね。20歳以上、20歳未満の場合、少年法が適用されるみたいな問題がありますけれども、これも、一応議論があるところではあるんですが、成年年齢変わらずですね、成人年齢かな、刑法の場合は。変わらずですので、少年は一応19歳まで少年という形になります。で、刑法をしっかり適用したい場合は、逆措置とかっていう方法もあるので、そういった方法を使って現行でも対応できるというふうに考えられているので、刑法の方でも成年年齢20歳は変わりません。ですね、あとは、何かありましたかね。公営ギャンブルかな。競馬とか、競輪とか、ボートレースとか、その辺も、今は、満20歳
未満の人は、賭け事ができないんですけど、公営ギャンブル、認められてるギャンブルできないんですけど、これも変わらず、20歳のままです。あと、パチンコについては、現行も、あれは風営法の管轄なので、18歳からパチンコはすることができます。という形ですね。今回のこの成年年齢の引き下げ、まあ、もともと、海外の方じゃほとんどの国が18歳で成年になってるよ、成人になってるよっていう、ところを海外に合わせに行ったっていう問題、そしてあと国民投票法の問題ですね、憲法改正に関わる国民投票法を、18歳から国民投票できるようにするよっていうような形にしたので、でそれに合わせて選挙権も18歳にしました。今まで20歳以上じゃないと投票できなかったのが、普通の選挙で投票できなかったのが18歳以上でできるようにしましたっていうのがあって、それに合わせて民法も18歳で成年というふうに合わせるような形になったという背景がありますので、これでいろいろ、未成年の方、の方本人もそうですし、あとはそういったお子様がいる親御さんの方も、ですね、ちょっとこの辺意識して、いろんなことがある場合にはご家族でちゃんと相談してですね、進めていっていただけるといいかなと思っております。ということで、以上、成年年齢の引き下げについてお伝えしました。ご覧いただきましてありがとうございました。